今日はオイルの話なんですけど、まあ、今ここに3種類あって、このオイルがいいよとかそういう話じゃなくて、皆さん何を入れてるのかなと、まあ、今ビートルに乗って半年ちょい経つんですけど、最初入ってたオイルが多分ワコーズさんだったのかな。今ちょっとオイルにじみがあって硬いのを入れようってことで、このバルボリンのハイマイレージっていう2050のオイルにしたんですけど、これはすごくフィーリングが良くて、高速とか乗ってもなんかモーターのように上まで回るっていうか、いい感じがしました。で2500キロ乗って、で前回のオイル交換動画はこれを入れた時なんですけど、それから2500キロ乗ってホームセンターで売ってるこの同じバルボリンの VR1 も2050、これ結構安いオイルで有名なんですけど、でこれに変えて、ちょっとねガサつくというか、個人的な感想なんですけど、ちょっとガサつくかなっていう感じがあったんで、今これ入れて今1500キロ走って、1200キロ300キロぐらいかな。で今フラットフォーさん行ってケンダルの2050買ってきたんですけど、次はこれにしてみようかなと。でも全然クーレバーゲンに詳しくないというか初めてなんで、どんなオイルがいいのかちょっといろいろ試してるんですけど、次はこれを入れていきたいと思います。で、まあ、前回これ変えた時はオイルエレメントっていうかオイルストレーナーも外して洗ったんですけど、これ入れた時はそのままドレンだけ開けてオイルだけ変えたんで、今回はフィルターも外して掃除しようかなと思います。でこの前トルクレンチも買ったので、ドレンとストレーナーカバーとトルクもきっちり合わせて締めていこうかなと。じゃ早速交換していきます。まあ、オイル交換の仕方は前回上げてるんで簡単に、とりあえず21ミリでドレンを開けます。じゃあある程度抜けたんで、今度は遠右でストレーナーカバーを外していきます。でこれが外したストレーナーカバー、綺麗、そんな汚れてないですね。これを洗ってまた取り付けます。でストレーナーを洗った液体はパーツクリーナーで洗ったんですけど、こんな感じ。まあ、1500キロしか走ってないんでどうなんですかね、これが汚れが多いのか少ないのか僕には分かりません。じゃこの新品のガスケットキットを使ってまた取り付けていきます。でこのストレーナーの締め付けトルクは7ニュートンですね。7キロじゃなくて7ニュートン。
で、この21ミリのドレンは35ニュートン。よし。じゃ早速オイル入れていきます。今一応 2.5 リッターぐらい入れたんですけど、スロープで上げてあるんで車を水平に戻します。で、車体を水平にしてレベルゲージの上限付近まで入ってればオイル交換完了です。ちょっと試乗をしてみたいと思います。今ちょっと試乗に来たんですけど、だいぶ違います。結構違いますね。フリクションが少ないっていうか、なんていうのかな、前のオイルはなんかちょっとこうシュルシュルするような、シュルシュル音はしないんですけど、感覚的にはちょっと摩擦が大きいのかなっていう感じがしてたんですけど、このオイルは粘度は一緒なんですけど、だいぶ静かです。で、エンジンのかかりもね、良かったですね。セルが元気よく回るというか、まあ、オイルの成分も調べたわけではないしあれなんですけど、まあ、個人的な感想になるんですけど、ありましたらぜひコメントで教えてもらいたいんですけど、よろしくお願いします。今回入れたケンダルのオイルは個人的にはいいかなと思います。やっぱりフラット降参で扱ってるオイルなんで、空冷エンジンには合ったオイルなのかなと。じゃあちょっと今回おすすめを紹介する動画ではなく、おすすめを知りたい動画になっちゃったんですけど、まあ、皆さん何かいいエンジンオイルがありましたらコメント欄で教えていただけたらなと思います。じゃあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。